皆さんこんにちは、夏美です。すいません、こんな声で。なんかちょっと最近喉に負担をかけることをしてしまいまして、で仕事で毎日結構喋ってるうちにだんだんと喉が死んでしまいましたということで、もう大反省しております、喉を酷使したことを。ということで本当にちょっと聞きづらい声で申し訳ないですけど、今日これでお付き合いいただければと思います。すいません、あ、本当ごめんなさい。で、今回私このギルド2回目 の、 あの出演させてもらったんですけど、これはまあ前回あの出演した出演者から の、 あの情報をもとに立ち回ろうという、参考になる情報をね、前任者の方がねいろいろとねメモしてくれて私に届いてるんですけどね、それを参考にするとっていうことなんですが、まあ、前回マリモさんということでいただいております。エビンさんが言ってた末尾ゼロと、そして常連さん言ってた5で、マリモさんが打ってた7で、特定の末尾、それかまだ時間的に見えてこないけど特定のところに強く入れているのかも。ただ前回のレビンさんも言ってて、僕も見てみて入れてる場所に法則性が何もないってことはなさそうということなんですけどもね、私あのスロット一切やりませんので、マリモさんごめんなさいね、あのこの情報はちょっとどしかとで私はもうねやらせていただこうかなと思います。で、私はですね体育の源さん超イダ天取りまして、なんと前回私来たの2ヶ月近く前なんですけど、その時よりめっちゃ増えてて、多分4倍くらい増えてる、めっちゃ増えてる。その気合をね私はねひしひしと感じております、本当に。ではちょっと声がなんとか潤しながら今日は頑張っていこうかなと思います。喉を痛めつけられるような実践に今日なれたら、まあ私の体がどうなってもいいや、もういいやということで頑張ります。寝ます。迷う。あー、こっちの方がいいかな、やっぱり。ではちょっと大工の源さん超イダ天今回やってみたいと思います。はい、ということで、大工の源さん超イダ天打っていきたいと思います。なんとか午前中に早く初当たり取れるように頑張ります。はい、ということでね、まあ、もう皆さんおなじみ知ってる方の方が多いと思うんですが、スペックを簡単に紹介します。大当たり確率が約318分の1で、一種二種混合タイプですね、ラッシュ突入率が約 60.2%、 そこに突入してしまうと継続率が 93% と、まあ、この高継続率とそのラッシュの速さにみんな虜になっているわけなんですが、あ、そのラッシュっていうのは、3回つくんですが、プラス保留の1回転計4回回せる、まあ、チャンスがあるんですが、まあ、4回のチャンスのうち、右打ち中の大当たり確率が約2分の1なので高い確率で大当たりが狙えるんですね。だから継続率が 93% ということになってます、まあ、あとはやっぱりそのラウンドが3ラウンドメインなんですけど、右打ちは、まあ、9ラウンド 20% の9ラウンドをどれだけ引けるかっていうのも結構出玉に関係してくるところかなと思います。行きますね。あー、一番弱いやつだな、色。あー、弱いな。
5。おてっぱいは、バトルリーチ後半、もしくは第3ゲームリーチに行ったら大当たり濃厚なので、今の感じだとまあ行かないから、ここで外れって感じです、多分。逆に局面エンブになったら、もう、その時点でもう大当たり濃厚っていうことですよね。局面エンブ後半、まあ、厚いリーチに行くんで。だから5と9テンパイはそういう法則があります、まあ、こういうふうに結構だから弱いリーチで終わります。1029、久々だな、村かもしれないけど久々にこんなこういう台打つな。鳴かずから、まあ、でもカンナステージチャンスですね、まあ、30% ぐらいありますから。どうかな、私はこのロゴラック左が見たいんですよ。左落ちが見たい。私はこれが大好きなんですよ。1テンパイ、まあまあ、バトル後半もしくは第3ゲームリーチいきますね。18テンパイはもうスーパー行ったら、第3ゲームリーチもしくはバトル後半濃厚ですね。え、炎なし。逆にここで外れてほしいんですよ。もう後半に行くので基本外れた方がもう外れた方がいい。高速外れになるんで。外れろ、外れたい。いやもう行くよな。まあでも暑いですね。暑いけど、お願い。来ました極限部、うん、無事に帰ってきて。私もう何もいらない。あとリーチ中のチャンスアップだな。全然こういう予告でも外すときは外すんで、リーチ中のチャンスアップ、味方来るとか強いのだと、あと最後ボタン付きカットイン欲しいな。やられるわけにはいかねえ。クソ大工が。ベロックは普通。来い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 、来なきゃダメだぞ。来ない。こら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 。あ、最後の降りでボタンないと怖いな。ちょっとないない、怖い。当たって、あ、当たった嬉しい。じゃあ33回転コース1500円、しかも全然上ざらいにあります。多分めちゃくちゃ回りますこの台。いやー嬉しい。ほんとこんな早く当てると思わなかった。やったー。バトルポテチが好きですね、私は。
戦隊はスタートはデフォルトですね。あーボタンも普通だよ、やだな、怖っ。この残り何体っていうのにも濃厚パターン、突入濃厚パターンがめっちゃあるんですけど、ありすぎて覚えてない。あ、来ましたね、仲間参戦のミカクルのチャンスアップ。いや、行ってほしいな。でもミカ来ただけでも全然ないより全然いいんで、ここでゼロにしないとやばい。お願いします。おい、来ました。ちょっと今日やばいな、多分バカガチするんじゃないですか今日。調子良すぎる。さあ来い来い来い、早めに来い、ちょい早めに早めに当たり来い。あ、来た、キュインとなりました、ね、おーい、キュインとなってたよ。来ました、9ラウンド、ありがたい。おい、違和感あったな、違和感演出。やばい、ランプが9ラウンド。やった、ありがとう、パンダちゃん。よし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 、おー、タックしよう。よし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 、って言った時にボタンを押すとボタンの色変わるんですけど、ノーマルだと、あ、9ラウンドだ、ランプやった。あれ途中だったんですけど、超限ラッシュって言ってる時にボタンを押すとデフォルトが青色なんですけど、ボタン色が、ボタン色が変わるんですよ、緑。今はラウンド中なんで青なんですけど、それが緑と黄色に変更することができて、これはラッシュ中の演出ちょっと変えることができて、1回押すと緑かなになって、結構その虹とかの確定演出分かりやすいのが出やすいで、黄色にするとひっそり系の告知が多くなるで、青のままだとまあノーマルみたいな感じなので、派手な演出をちょっと見たいなっていう時は、緑にするのがいいかなと思います。ちょっと緑でやってみます。こ
ここで、あ、もう緑になってたの。あ、ちょっと私さっきちょっと押してて緑になってました。で、押したことによって青になりましたね。変に押してノーマルに戻った。もう一回やる、次やります。ここ、あ、緑にしました。え、あれこのタイミングで、このタイミングでラストまで来る。え、派手なの二次系見ようと思って緑にしたのに。でもまだね、あります。このオーラはね、もうね、緑になった瞬間にもう大当たり濃厚なんで。あ、来た来た来た、やったー。いや、嬉しいわー。だ、黄色のままだとやっぱちょっと怖いですよね。準備完了だ。嬉しすぎる。最高の一撃でいい。二次系じゃないから、なんか、あ、何にも出ないから、まあ、1回転で当たりました。よし、また9ラウンド結構引いてますよ。おー、調子いい。諦める、まだ早いぞって言ったよもうボタンが出たら復活です。でボイスありましたね。うわ、もうたまんない、もう本当に好き。よし、おー、やった9ラウンド。金図柄は9ラウンド。よし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 、20連いきましょう。20連は20連。うおー、20連早すく達成久しぶりにゲーサーで20連しました。やったー、9ラウンド引けてる、だいぶ引けてる。おー、一回転連続。よし、9位になった。9位、いいね、さっき9位。9ラウンド、え、待って、何回引いたの。まあ最後で見よう。これ多分この
一番いいのは次が9ラウンド、今回も9ラウンドで次が9ラウンドがめっちゃ嬉しいけど、多分このラウンドが9ラウンドのネクストだよね。よしよしよし、よっとー、バリューナイあります。うー、おじいちゃん、レインボーおじいちゃん、緑ボタンにしてるからレインボーだったのかな。続いてます。このネクストもね、たまんないんですよ。ありがとう、かなちゃん。え、4回連続ぐらい出てません？ネクスト、おい、初めてなんですけど、え、 5連続ぐらいでくらい出てます。イエーイ、よーし、よし、30ライン行きましょう。聞こえた、ね、音聞こえた、あれ、あれ何の時の音だっけ、何の時だっけ、あれ、あ、頭回らなくなってた。うわー、9ラウンド、そして30回目でございます。そうです、今回9ラウンドなんでね。よし、頑張って40連行きましょう。最高連チャンが44連なので、本当は50連経験してみたいですよ、ケンさんが。いいね、続くね、止まらんな。初めて見た。おー、楽しいな、緑ボタン楽しいな、やっぱりいろいろ見れる。おー、釘だ、来ました来ました、やった、9ラウンド、
おっしゃった、2連続9ラウンド。いや、2万発見えてきたな。おーい。行きました、嬉しい。おー、吸引いったな、吸引いったよ。いやー、40連見えたぞ。行くでしょう。来た、来ました。あとは自己最高記録更新したいですね。ありがたすぎる。あのリーチで当たって入っちゃうの。ちょっと待って、500体いいよ、いい。あ、ちょっと何この嬉しいサプライズ。